The Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology introduces the technological evolution of textile machinery, one of the key industries that supported the development of modern Japan, and automobiles, which continue to pioneer the modern world. Wow! Amazing! こちらは豊田佐吉が1906年に完成させました環状織機でございます。豊田佐吉の研究と創造の精神、そしてものづくりにかける熱意を象徴するシンボルとして展示をしております。こちらが繊維会館の入り口です。それではご案内します。はい、こちらは1890年明治23年に佐吉が発明した豊田式木製人力織機でございます。これ以前の織機は両手と両足を使う大変コツがいる難しい作業でした。しかしこちらの人力織機では片手と両足だけで簡単に布を織り上げることができます。佐吉はこちらのからくりのような仕組みで23歳の時に最初の特許を取得いたしました。こちらの機械を動かしますと先ほどの人力織機に比べて速さが5倍速くなります。1人の作業者が4台動かしましたので布の生産性としては20倍にアップです。品質上がりまして生産性も向上したんですが、こちらの機械、この縦糸が切れても止まる装置がまだなかったんですね。そこで豊田佐吉は縦糸が切れたら機械が止まる、止まるということは不良品を作らない、そういう装置を開発して自動織機を作ります。続きましてこちら G 型織機ですね。この横糸のシャトル、これを自動交換する装置がこちらですね。先ほどの機械ですと1人で4台しか動かせなかったんですが、こちらの機械になってからは1人で30台から50台動かせるようになるということです。昔のシャトルと今のシャトルで上の方でちょっとだけ違いがあるの分かりますか？溝作ったことで糸通しを簡単にしました。やってみますか？いいんですか？いいですよ。はい、はい、どうぞ。ここで切ってください。はい成功するはずなんです。いいですよ。はい、あ、通りました。Today, we have machines that use the power of water to make cloth and machines that make complex fabrics such as airbags and neckties. Toyota Sakichi Great! Oh, amazing! 懐かしいですね。これ愛知万博の時のですか？はい、こちらですが2005年の愛知万博で演奏したトヨタのパートナーロボットでございます。こちらからが自動車館でございます。自動車館ではトヨタの歴史や代表車種、そして車の生産工程を紹介しています。豊田喜一郎というのはトヨタグループの創始者豊田佐吉の長男でございます。喜一郎はイギリスのプラット社に父佐吉とともに完成させた G 型自動織機の特許権を譲渡する契約を結ぶため再び欧米を訪れました。この G 型自動織機が世界ナンバーワンになったことは喜一郎に大きな自信を与え、日本にも自動車事業を起こすべきだという決意をしました。またこちらのジオラマでは約1500度に溶けた鉄を砂で作った型に流し込み、エンジンの部品であるシリンダーブロックを作っている場面を再現しています。一日でも早く乗用車を作りたいと思った喜一郎は、初めはプレス機をほとんど使わず、平らな鉄のパネルを木槌で叩いて形を作り、木型に合わせて微調整を繰り返しました。そして1935年に A1 型試作乗用車を完成させます。こちらのボディは当時先端デザインであった流線型を取り入れております。喜一郎は当初から車を作るだけでなく販売も重要だと考えていました。販売店第1号は名古屋にありました日の出モータース、現在の愛知トヨタでございます。そして1937年に自動車部が独立し、トヨタ自動車工業株式会社が発足します。トヨタ最初の工場、衣工場の写真でございます。アメージング、すごい広い。喜一郎は自動車の将来を見通して
あえて当時日本最大規模のデッサン2000台の工場を建設します。わあ、すごいですね。こちらメインボディ自動溶接機でございます。1970年代は人の手で溶接を行っておりましたが、トヨタでは1980年代にこちらのフレキシブルボディラインというロボットを導入しました。こちらのロボットの導入により生産性やまた正確性が飛躍的に向上します。1935年に発売されたトヨタ最初のトラック G1 型トラックでございます。ご覧いただきますように客室の骨組みが木製の木骨ボディ構造でございます。また荷台もこのような木でできております。フロントグリルは日本伝統芸能である能の般若目をイメージしております。このようにして国産アピールをしておりました。そしてこちらからがトヨタの代表的な車を展示しているコーナーになっております。この車かっこいいですね。はい、こちらはレクサス LFA でございます。2010年に発売されて限定500台で生産をした車でございます。形が変わってますね。結構広い、大きい。ちなみにこちら販売価格が3750万円なんです。高いトヨタっていうと車のイメージがすごく強かったんですけど、自動車機が原点ということを初めて知って勉強になりました。鈴木さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。